行っちまった。行った、あーっと来たか。靴、綺麗な靴ね、ブリン。おっと、あ、ニアも覆われた黒い物質に。こっから先がどうなったかは、あ、まだ入れる。どうだ、ミアはどこへ行った。ミアじゃない、エブリン。アランは死んでる。あ、でもまだ動けるのか。ミアはまだ動ける、武器もそのまま。エブリンはこっちかい。こっちですね。こっち行くしかなさそう。でも体力がなんか落ちてそうにも感じるが、これは記録が見れる。パソコン、動画がありますね。あ、これか、このなんか動画、イーサンに送ってた動画、これ撮ってイーサンに送るみたいな。ちょうどウェブカメラもついてるし都合のいいことに。ああ、撮ってますね。イーサン、俺正体は明かせないけど、あなたに、うん、私嘘をついて、ああごめんなさい。秘密の機関の所属だったと、それは明かせなかった。メッセージをもし見てるなら私を探さないで、私のことすべて忘れて。あ、ミアはこの任務失敗だと思ったから、もうこれで終わりだという感じで、ああ諦めのメッセージを送ったというわけだ。なるほどね。でもまだまだね、この後も悪夢は続いていたと。これは暗い、開いた、これもうすんな方がいいか。こういう時はすんな方がいいというデータもあったりなかったり。後ろから来てそう。走れ走れ。あ、誰だお前。怖い怖い怖い、爆発した。これからはずっと一緒だよ。ちょっと怖いよ、ミア。ミアじゃない、エブリン、ちょっと怖いよやばい、あの年齢にして。あ、なんだ、いやー、なんか悪化している。なんだ、ちょ、謎の力で引き込まれている。おっと、落ちた。あー、上から人がたくさん降ってくる。これからずっと一緒だって言われたけど、あー、もう、なるほど、このタンカーはこういう理由で沈んだのね。で、ミアはここからベイカー邸まで流されたの。なるほどね。でも密航だったから普通の船には乗れなかったのね。いやー、気になりますねミアのいた組織のことも、何かそういう怪しいアンブレラ関連じゃないか。でもアンブレラもトライセルでしたっけ、あそこら辺ももう潰れてるんだよな多分、6の後だし。今そういうね、バイオテロ組織的なのはどうなっているのかって感じですが。お、戻ってきた。これで思い出した。これが過去にあったことを、思い出した。じゃあまた家族になってくれるよね。エブリンちゃんもね。あ、ダメなの、家族にはなれない。これまでもこれからも。あ、拒否った。あなたと家族になってならないのよ。じゃあいい、お前なんていらない。やばい、あ、近い。あ、消えた。ちょっとエブリンちゃん、あんたもエブリンちゃんも可愛いんだからさ普通の生活をしよう、もうまったく。さて、この部屋にセーブはあったのでセーブはしましたが、まあでもあれですよね、エブリンちゃんはこのなんかウェスカーとかでさえね、あのあくまで物理的にこういろいろしてたけど、なんか精神面でいろいろ侵食できそうというか、そんな雰囲気も醸し出している。まあ精神面なのか、それともこう何かマジで心霊現象的な超常現象的な力を使えているのかは分かりませんが。さあ、こっから下行けるけど、こちょっと待って、こっちにもなんかある。中身が抜き取られている。これは上も調べらせよう。ちょっと待って、上はいい、なんとか芯、なんとかを殺するである。処分の指示、厳重保管、体組織を入れるだけ。ああ、これはいいはエブリンのいいだったりする。で、体組織がどうとかってさっきあったもんね。これだ、エブリンの体組織、これを入れてなんかすると、うん、よかったりする。 E001、 ここではないっぽいけど。
さて両方進めるわけだが、一旦こっち見るか。ここがさっき連絡していた、うん、E さんに、あ、これだ、壊れている。 E さんにメッセージを送ったパソコンがある。ハーブもある。ここは行け、あ、行けない。ここはあれだ、サビオじゃない、金属を腐食させる、あいつがなければいけない。あ、これキーピックか。キーピックはない、キーピックはないです。ここにサブマシンガン、マシンガンか、普通のマシンガンの弾あるけど、どっかにマシンガン落ちてたってこと？それは困りますね。薬液もたっぷりある。ここにもあるね。ガンパウダー。せっかくだから弾とか調合しておこうかな。弾と回復薬、一個ずつくらいいけるでしょ。薬液もあるし。よし、こんなもんにしとこう。10発あるだけでも、だいぶ違うってもんよ。回復もあるしね。じゃあここはおとなしくこっちへ進むってもんかい。それで目標は、金属溶液で扉を開けるになってますね。で大目標は E さんを探す。上から金属溶液寄ってきて、あの先に進むのが目標。でももうエブリンとは決別してしまったので、これからは容赦なくやってくる可能性もあるが、でもあの場ではやられなかったね。いらないとか言ってたけど、まだ若干夢を見ているか。ミアと家族になれるかもしれないという。さて金属腐食液、こっちにはないかい。あ、これは4階、4階に行ける。切り替え3階、これさっきの部屋か。ここに急にエフリンが映り込む感じ。3階、これはあ、イーさん、これイーさんか。 2S 一番下だな。まだ間に合えばいいけど、うん、めちゃくちゃ埋まってる。そして顔は見せてくれない。一番下ね、一番下ね。顔の下半分はイケメン臭を醸し出している。あー、すごい。エブリンちゃん、エブリンやめて、腕をもぎ取らないでね。あー、でもすごい指の跡がめちゃくちゃついた。もう幻覚はたくさん、あの子はどこなの。幻覚なのか、指の跡ついてるけど。爪が食い込んだ。まあでもあれかな、なんかこう感染してる人はなんか幻覚を見せれるとか、そういう能力を身につけているか。さあ一番下が目標だけど、よいしょ、今はまずはね、金属食液を逆さにはならんというわけだ。どこにあるかな、船長室ありそうじゃない。船長、金属食液持ってませんか。あ、見取り図、見取り図と、うん、クロスレンチ、クロスレンチ使い場所が分かりません。ここは、あーん、キーピックいりそう。キーピックがいるけど、爆弾か、これリモコン爆弾と、これはマシンガンだな。なんでこんなとこにしまった。まあそりゃそうなんだけど、安全にするに越したことない。これレンチはさすがに使えないよね。鍵だよね、はい。鍵か。ここはここも開けれるけど、開けとかない方がよくない。逆にこれはさすがに高すぎるけど、開けとけば緊急時の避難場所になるか。バイオハザード7は高所からの落下は死亡リスクに入りますか。ああ、下はいけないんだ。でも人形あったわ。あ、じゃない、リモコン爆弾。人形に見えました。これはどかせない。リモコン爆弾はいけるけど。いやー、しかしこれでもう、いつ、ボールデッド君が出てきてもいい、準備万端。こんにちは。あれ、これさっきのか。あれれ。じゃあ船長室見たから、あ、マシンガンを入手するも目的にはなっているが、これにある。まあでもこれ地図を見る限りは下に行くしかなさそうな気がするな。あ、下に行こう、下に行くより他なし。こっち戻って金属溶解液を見つけるしかないな。
下上はなんか、うん、封鎖されてたもんね。4階は封鎖されてるから下に行くしかなく、下に金属栄養化液がなければ済むというわけです。なので絶対ある。 E さんも下にいるし。2階は行けないんだっけ。2階が今行けないんだよな。まあ2階行けないなら下を見るしかない。下から上がる方法は、あれ、ここは大丈夫か。でもここ来たところでって感じ。敵がいますこっからさらに下に降りる方法を考えた方がいいか。あ、ここから今1階ですけど、こっからさらに下に行けるか。ここから行けるから、このハンドルが壊れなきゃだね。壊れたわ残念。いやー、そう、いや、そうよね。そう簡単にいけると思ってなかったが、この下いけないから。で、ここがキーピックがいるんだっけ。キーピックもめちゃくちゃいるな。キーピックじゃない、金属職域だ。いや、ちょっと迷っちゃった感あるんですけどね。でもまあ、ただこのね、エレベーターの下に行くルートいいと思うんだけどな。なんか、なんとかして下に行けないですかね。あ、これか。これだ、なんかあったわ。これで、あー、なんか、レンチ拾いましたね。これで開けれんのか。開けれそう。なんだ、ここにあったのか。上がダメなら下を見ろと。そういう話でした。じゃ、ここで、こっちから行けない。よいしょ。OK。これで、あ、2階に来ましたね。なんか、いろいろ抜けてるが。めちゃくちゃいろいろ抜けてるな。ヒューズと、ケーブルと、これ何？ルイス、ケーブルが完全に焼けちまっている。甲斐があったんだが、3階医務室の機械を直すときに使っちまった。ワデル先生に行って借りてこい。下の第二機関室から呼ばれてるんだが、こいつが来ないとどうにもならん。3階の医務室の機械のところにケーブルがあるらしいが。さあ、敵は？そう、探索中にね、リモコン爆弾もう一個拾ったりして、相手を吹っ飛ばせるくらいにはなっているが、チラリ。あ、いる。これさ、背後からそっと近づいてこういうことできる。あー、バレちゃった。バレちゃった。バレバレてる。に薬を使って。でもあいつ、こいつ腕ないから。うん。銃でもいけそうだけど、まあいいや。ちょっと仕掛けとけ、仕掛けとけ。仕掛けとけ。よし。あ、待って、サバイバルナイフがある。ナイフだ、やった。そう、箱がね、なかなか破壊できずに困ってたんだが、これナイフをゲット。そう、なんか今ね、後ろからそう近寄って爆弾つけれないかなとかちょっと思っちゃったんですがそんな甘いことはできなかった。あ、ここあれじゃん、いろいろできる部屋だ。じゃあどうしようかな。まあ、もう少しだけ、もう少しだけ。ああ、妖怪駅ある。よし、もう少しやって終わりましょうか。で、これがあれね、ミア・ウィンターズとアラン・ドロニーの工作員だった。どこの国の工作員かわからんが。で、じゃあここでセーブできることは分かったから、ちょっとこれのアイテムだけ回収させてもらうぞ。爆弾、爆弾は非常に、ここ開けとくか。うん、開けとけば来れる。で、妖怪駅って何か目標がすごいいっぱいあるそうか、どっちにしろ今度は逆にエレベーターも直さないと上に行けなくなっちゃったのか。ん？そういうことか。さっきのところ登れなかったっけ。まあいいや、ちょっと見れるだけ見て、見れる。はい、出てきた出てきおったで。こっちとか行ったことあったっけ。こっちは、いや、閉じ込められそう。ハーブはある。なんかぶっ刺さってたけどここになぜか金庫がある。このままで開かない。ここは開かない。絵がありますね。あー、なんかそういう感じ、絵全部揃える感じ。そっち来ないね。これはどの向きが正しいのか分かりませんねこの絵はどの向きが、どっかにヒントはありそうだけど。これは回る、まあ、ただやってても分からなそうだから。あー、こっちにあったね。多分これお手本だわ緑上赤下、緑上赤下で、この黄色いやつは、あ、開いたわ開き申した。おお、いっぱい入ってる金属溶解液が。
大量だぜ。これで余計なところにも行けるというわけだ。よし、じゃあもうここには用はねえな。用はね、ここ行けないのか。うん、いるね、いるね、いますね、います。わかりましたよ。えいやー、あー外した、バカだバカだーってバーンもったいないことしてしまったが、しょうがないね、命には代えられない。じゃあでも金属食液を手に入れたからにはもう行ける場所は相当増えたはず。でもマシンガンがいっぱいある。あと鍵をね、でも手に入れないとマシンガン使えないからな。でもマシンガンあんまりモールデッドに対して有効とは思えんのだが頭をね正確に狙わないといけないんで、うーん、ちょっとでも血が多くなってきたから回復しとくか。回復しといて宮も超人的回復力をこの薬で身につけていけ。戻れるか、今戻れればいいけど、こっから3階へはいける、3階へはいけるから腐食液もつける。3階が確か腐食液使うところじゃなかったか。そうじゃなくてもどっちにしろこっからいけるしね。でもまだ武器不足感は否めない。うん、こっちが腐食液使うところ。できれば早く船長室の鍵を見つけたいところだが、あーあーいるいました。もうないからハンドガンでやるしかない、ハンドガンでやるしかない。頭を打たせなさい。よいしょ、よいしょ。どうだ、吹っ飛んだか。吹っ飛びました、飛びましたけど、果たしてこれ良かったか。あと3つある。確か上とか下とかで使えそうな場所がいくつかあったんだけどね。これ進んじゃって大丈夫だった。地下にいるイーサン、マシンガンを入手。いや絶対マシンガン入手した方がいい。ここ開かないようです。いやー、こっから先、ここはあれだな、エブリンに襲われたとこか。ここは向こう側に抜けれる。まあ階段使えられればいいしね。これは別になんでもないか。こちら、こちらはなんかぐちゃぐちゃ言ってる、ぐちゃぐちゃ言ってますけど、ここはどこシャワールームを抜けて医務室、あ、医務室になんかケーブルがどうとかっていう。はい、薬液がいっぱいある。薬液があって何もなくて、そこか。でもこれを抜いたら何か起きそう。はい、なんだ、何の音だ。いや今こんな丸腰、ほぼ丸腰なんだから、ちょっと今のうちに早く取るんだ。なんか必要そう。回す、回して、はい、これは、これは何だ、できる、感電しない、大丈夫かこれ。はいはいはい、後ろが来てきてる気がするけど、取れる取れる、電力ケーブル取った、よし取ったけど、いけー、来てた、なんか、あー、お前か、おデブちゃんだ、おデブちゃんが来てる、おデブちゃん来たけど、こちらには対抗する武器が、リモコン爆弾あるけど、あー、追い詰められた、リモコン爆弾でどうにかなる相手か。いや、なんか吹いてる吹いてる吹いてる、ゲロ入ってますが、ここで抜けろ、防御しながら、防御しながら抜けろ、抜け出せ、隙間通って、通れない、デブすぎる、あまりにもデブで、あまりにもデブすぎる。ちょっと待って、これ爆弾でなんとかなるのかこいつ。よいしょ、爆弾、膝はついたが、ちょっと待って、あ、抜けれないんだけど、ここ相手がデブすぎて抜けれないし、開かないし、上は大丈夫。ちょっと待って、吐くな、いやー、ちょっと待って、こいつの横幅のせいで逃げれないどいてください。ちょっとなんとか、なんか痛いちょっと待って、マジでちょっとお願いします、通してください、通してください。抜ける、もう少し抜けそうな、抜けそうなんだ。よし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 。痛いけど抜けれそう。抜けれた。よしよし。ゴリ押しだ。ゴリ押しで抜けろ。逃げろ。あいつに見つかるな。あ、こっちじゃない。どっちだ。そっちか。回復薬があったっけ、あったわ。あったから使っちゃおう。で、
来てる後ろ来てそう。あでもおデブちゃん足遅いねやっぱり。これ閉めてかなんとかなるでしょ。よいしょ。でだこれで一旦済んだけどケーブルだけだとどうしようもない。まあ、まだ腐食液で開けれるところはあるからそこを目指す感じかな。とりあえずケーブル刺しとこう。あここじゃない下か。どうしたもんかね。下にでも確かあったんですよこれ2階、2階になんかあったはずだからそこ行こう。腐食でできたところはケーブル刺しといて、これよし。あとヒューズとヒューズだけか。ヒューズは書いてなかったんだよな。どっかあれどっかヒューズ使ったよねなんかどうだっけ。あった気もするし、この階にね、そう腐食で腐食液でできたところもあった気がする。そこだけ取りましょう。そこだけなんとかおデブちゃんも生き延びたし。あそこだったかな。そろそろセーブもしたくなってくる頃合い。あれこれはヒューズではない。何これ。あれこんなんだっけ。前は開いた。あれこっちは何だ。初だな。初めての場所来ちゃった。この上は何だ。なんか曲が不穏。いや人形があるだけかいと思ったら爆弾がたくさん。爆弾とこれはキーピック入ってたりする。よいしょ。こちら入ってた。あれキーピック。でもキーピックではないんだな。あそこの船長のやつ。これは壊しとくか一応ね。ここは何もなし。爆弾がいっぱいあるだけか。大事だけどね爆弾。なんかなぜかここを通ると怪しい音楽が。あれどこだっけな。なんか2階にあった気がした。ここか仮眠室。いや違う。おおやれやれやれ降ってきちゃった怖く。あここか。ここがあれだ。まあしょうがない。もうこれは使おう。よいしょ来ました。ボーン。よし。しょうがない。一人に一個モーションセンサー爆弾。これなーに。あー薬液費用。ここまだ来てなかったか。てかビデオの時に来たのかなここは。ガンパウで向こう側があれか。腐食液がないといけないとこか。じゃあこれだけやろう。これだけ。よいしょ。はい、いっぱい取ったからね使い放題ってわけよ。ここはお爆弾が。一体誰がこんなに作ったリモコン爆弾で。あ船長室ロッカーの鍵。あじゃあここは必須か。結局来なきゃいけなかったんだな。オッケーオッケー。でここは下に薬液鏡がある。よしいいんじゃないか結構。あとはないかい。よしじゃあ近場にセーブあったので。いやじゃあちょっと武器だけ取ってそれから終わろう。武器があると安心できるからね。ん？なんか今船長室に向かってるんですけど怪しい音しなかったか。ネチョネチョの音が響いたように聞こえたが大丈夫ですか。下か。ネチョネチョマンがネチョネチョモールデッド君が現れていたかもしれない。あーいるいる。撃ち落としたか。いった。いました。やじくそ倒しきれない。くそちょっと競争弾が。ちょっと競争弾がないです。助けて回復させて。ちょっと競争弾をリロードしないと殺される。よいしょ。そうあの競争弾作ったんで。どこ行ったあいつ。あ消えた。逃げ合ったあいつ。逃げおったで。殴るだけ殴っていたわ。どれまったくもうビビらせてくれる。あのこれで武器が増えるから悪くはないのでは。これロッカーの鍵。ほらいこれが。あなんか後ろ来てない。やめてよしあいつはドア開けれないはずだ。開けれんのかな。どうだ開けれますか開けれないならそれでいいよ。そのままそこで。こ
声するな。開けるしかないのか。行きます。あ、いない、やったー、いいよー。待って、こっちセーブあったっけ、セーブドットだっけ。いや、下に降りるか、一回下に降りよう。よし、一旦3階に降りてきたが、確かこの階にね、あのキーピックで開けるやつがあったんで、それだけ開けていこう。ここにねあったので、キーピックゴー。さあ、何かいいもの入ってるか。アンティークコイン、ここでミヤ編でも拾うのか。でもこれでアンティークコイン確か8枚集まったはずだから、ついにマグナムが解禁されるか。まあ、マグナム弾少ないんでね、そんなホイホイ使えるもんじゃないですけど。で、そう、今あとヒューズを探さないといけないから、ここね。はっ、やばい。その前にセーブだ。っていうか、そろそろ今回は終わりかな。この部屋に着いたの、じゃあ落ち着けるところで一旦区切りましょうかね。はい、じゃあ次回はヒューズを探してイーサン君のところまでね、助けに向かいましょう。今度は顔が見れたりしないんですかね。まあ、イーサン君はね、顔が見えない主人公ということで、イケメンだということにしておきましょう。はい、では今回はここまでで、ご視聴ありがとうございました。